メアリー・イー・ウェイバーは、アメリカ合衆国の技術者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。ウェイバーは、オハイオ州クリーブランドで生まれて、ベッドフォードハイツで育ち、1980年に、ベッドフォード高校を卒業した。1984年には、パドゥー大学で、科学工学の学士号を取得した。在学中は、ファイミュー・フラタニティに所属していた。 1988年にはカリフォルニア大学バークレー校で科学の博士号を取得し、2002年には南メソジスト大学で経営管理学の修士号を取得した。パドゥー大学での院生時代に彼女はオハイオ・エジソン、デルコ・エレクトロニクス、3M でインターンを行った。バークレー校での博士課程時代には、軽素中での基礎の科学反応について研究した。その後、 テキサスインスツルメンツに入社し、コンピュータチップを製造する新しいプロセスの研究を行った。彼女は一つの特許と八本の研究論文を公表した。ウェーバーは NASA により1992年に第14期の宇宙飛行士に選ばれた。NASA 在籍の10年間に研究開発やベンチャーの立ち上げ等に携わった。さらに、ワシントン DC の NASA 本部の刑事法制化で、 連邦議会対応も行った。宇宙飛行士室でのウェーバーの主な仕事は、ケネディ宇宙センターでの打ち上げ準備やペイロードの開発、乗組員の科学教育法の開発等であった。STS-70 と STS-101-2 度の宇宙飛行に参加し、450時間以上を宇宙で過ごした。彼女は2002年12月に NASA を退職した。 2003年1月現在でウェイバーは、テキサス州ダラスの UT サウスウェスターメディカルセンターで副社長を務めている。ウェイバーは、ベイオン出身で、スカイダイビングやゴルフ、スキューバダイビングが、趣味のジェロームエルカインドと結婚している。母のジョアン・ウェブスターと父のアンドリュー・ウェブスター・ジュニアは、離婚している。ウェブスターは1983年から3300回、 以上のスカイダイビングを行い、スカイダイビングの全米選手権では8個のメダルを獲得している。また2002年には300人とともに世界最大のフリーホールも達成している。さらに飛行機の指導教官として800時間以上飛行し、そのうち600時間は Z 機である。ありがとうございます。